皆さん、こんにちは。リピートコンサルタント、横田修林です。今日お伝えする話は、こちら、リピーター作りの仕組み100事例に入りきらなかった事例を一つ紹介したいと思います。この本の中では、10のパターンを通しまして、リピートする仕組み、パターンについて解説しているんですが、今日その中の循環型というものについて考えてみたいと思います。循環型っていうのは、別名サイクルって言いますよね。同じ感覚で定期的にぐる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 習慣、サイクルで循環する仕組みを作りましょうというものですね。例えばこんなものがありますということで事例で見ていきたいと思います。こちらになります。はい、牛乳配達っていうことでここに出ているんですけど、毎日自宅に届けるっていう牛乳配達ありますよね。もう毎日牛乳を届けているんであれば、そこにコラボしようという、他業界の方がたくさんいらっしゃいます。例えば、健康食品とか化粧品の会社が牛乳と一緒にサンプルを届けてよというような形をするわけですね。そうするとですね、牛乳と一緒にサンプルを届いたお客様がそれを使ってみてよかったら、それを注文したいと思います。そしたら今度は牛乳と一緒に健康食品、化粧品を配達するようにするわけですね。そうすると、牛乳屋さんとしても健康食品、化粧品分売り上げも上がります。一方で、健康食品、化粧品屋さんは、そもそもルートを持っていないのが、この宅配のルートを使ってですね、自分の商品を売っていくってこともできますよね。当然自分が配達にも行かなくてもいいですよね。で、結構重要な視点なのは、お客さん側は宅配してくれるから注文するんであって、健康食品、化粧品はドラッグストアに行ったり、スーパーに行けばあるわけですよ。そうすると、お客さんがスーパーに買いに行ってしまえばリピートしないわけですよね。他にいい商品を目にするかもしれないし、もっと安いものを見つけるかもしれない。だけど、お店からお客さんのところに届ける仕組みを作っていけば、お客さんにお店に行かれるよりもリピートする仕組み、リピート率が上がるっていうことは皆さんもね、わかるんじゃないかなと思います。なので、どうやったらリピートする仕組みを作るかっていうときに、このような、宅配事業を始めてみる。そうすると、毎日循環するモデル、もしくは毎月循環するモデルっていうのが作りやすくなりますよね。このようなことを考えましょうというものが、リピートする仕組みにおいて非常に重要じゃないかなと思います。はい、今日はですね、リピートする仕組みで循環型、ぐる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 サイクルする仕組みを作りましょうということについてお話ししました。リピートコンサルタント、横田修林でした。ありがとうございました。バイバイ。